っていうのもなんですけど、韓国人ってアホだなって言ってるのと同じことですよね。そうです、うん、今の韓国の反日って極めて異常で、近代国家ができるために尽力した人たちを今の韓国では国賊、売国奴っておっしゃってる。売国奴ですね。日本の力を借りて韓国を近代化するしかないってことだよね。そうです。韓国というのは非常に愚かなことを平気でやってる。改めてまた、金文学さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、韓国が反日というものを国是、まあ、国の方針とするようになってしまい、子どもの頃から徹底的に反日教育をして、大人になっても情報は全部マスコミは全部反日一辺倒ですから、なかなか反日という洗脳は解けないんだけれども、誤った教育で押し付けた洗脳が解けないんだけど、最近まあちょっと変わってきてるのは、その反日種族主義みたいな、それは違うんだよっていう本が少しは売れるようになってきている。そうですね、やっぱりネットの力もありますからね。ありますね、うん、でまあその中で金さんがこういう本出したんだけどこれ韓国語に訳されますかね。いや、僕は実は韓国人がもっと読んでほしいんだけど、うん、多分難しいんじゃないかね。もともと韓国で書いたらまあ分からないんだけど、まあ、韓国で書いたら大体まず命が狙われない、狙われるかもしれないですね。そうですね、はい、で僕ご存知のように伊藤博美とアン・ジューゴンの真実というのを書いてますね、はいはいはい、それを韓国があれこれ面白いなと言って、なんかさっきの話、この前の話なんだけど、アン・ジューゴンの、うん、知られざる真実を僕がちょっと書いてるんですよ。はい、三十婚っていうのは伊藤博文を暗殺した人間なんだけど、そうそう、ええ、それをその人はそれで非常にまあ国士であって評価すべきところもある。うん、そうです ね。ちょっとまあ認識のすれ違いがあったのが残念だが、そういう本を書いてらっしゃるんですよね。うん、で、うん、僕は国際安住婚記念協会の会長もやってるんだから。国際安住婚記念協会ってあるの？あります。だけど、もともとアメリカでやってたんだけど、それが中国朝鮮族に回ってきて、うん、中国朝鮮族が会長がもうダメになったんで、うん、私にまた回ってきたんですよ。で、うん、だから僕はちょっと安住婚にどういう、うん、まあ、アン・ジューゴンの研究は多いんだけど、韓国ではさ、アン・ジューゴンの研究は多いんですよ。でも、うん、その対局にある伊藤博文に対する研究はほとんどと言っていいないんですよ。だから、アン・ジューゴンの研究って言っても、なんか、来産、抑産みたいな研究ばっかりでしょ。そうそうそう、ほとんど来産なんですね。うん、それで、僕はそれは違うなと思って、うんうん、二人を比較しながら、まあ、人物像とかもいろいろ性格も、あと、教養もね、漢文もね、いろいろ比較しながら、結局、アン・ジューゴンが刑務所でさ、結局彼はまあクリスチャンだから、結局、うん、懺悔するわけなんですよ。伊藤博美さんが殺したのは、ね、はい、懺悔ですね。私、懺悔をね、で、私がこれはちょっと悪かったとかですね、それで、そういうのはあるんですよ、それを、うん、そういう告白をね。で、それを書いたんだから、韓国では、我々の素晴らしい英雄がこういうことを言うわけじゃないとか言って、うん、結局、感情的にこの本は抹殺されてしまったんですよ。そうか、はい、やっぱりね、実はアン・ジューコンの言ってることと伊藤博文の言ってる理想とすることって割と共通点あるんですよね。ありましたね。ただ僕が、まあ、日本人にとってみれば残念なのは、ちょっとアン・ジューコンはその伊藤博文をそういう日韓併合派の一番 の、 最先端みたいに誤解しちゃって、そうですね、でむしろ伊藤博文を殺すことによって日本側が態度を硬化させて、ちょっと朝鮮統治が窮屈なものになってしまったという、 そうですよ、それは彼 の、 意図するところではなかったと思 う、 そ う、 そう、むしろ意図すると逆なことに なってしまったっていうのが、まあ、まさにすれ違い で、 そ う、 でそういうことをですね、うん、金文学さんはしっかり書かれてるんだけど、その本もダメ、うん、韓国では出せない。その本ですか、そういう伊藤博文とアン・ジュンコみたいな本。だから僕日本語で書いたんじゃないですか、うん、で、あの本は韓国人が翻訳しようと思って、うん、なんか持っていたんですけど、うん、結局ダメになって、うん、出版社がないから、出版できる出版社が、うんうん、で、あれ英語で一遍出版したらどうですかね。英語でいっぱい出版、韓国人ってね、まあ、日本人より優れてるところを一つ言えばね、うん、英語能力は日本人より高いと思うんですよ、うん、だから英語で書いてアメリカで出版して逆輸入の形で入るようなのを目指したらどうかなと思うんですね、うん、まあ、日本語からも彼らも日本語が上手いから、うん、まあ、すぐ訳してもいいんだけど、やっぱり、うん、要はやっぱりこういう観念がまだ変わってないから、うん、それ根本的な観念とか思想とか考え方変えないと、うん、絵の前に真実があるにもかかわらず見えないわけです、うん、いっぱいになってね、まあ、洗脳されて、うん、それが非常に悲し
しいなと思うんですね。親日派のための弁明のキム・ワンソプ氏も、もうものすごく反日に凝り固まっていて、まあ、直接酒飲んだと聞いたんだけど、阪神大震災の時まず最初に何を思ったか、ざまみろと思ったっていうね。それぐらいひどい話、人がで、まあ、それはそれですごいことなんだけど、彼は自力でね、洗脳から目覚めたからね、それはすごいと思うんだけど、その自力 の、 ひ、あの秘密がオーストラリアかなんか行ったかな。で、ね、で英語で勉あの、うん、新たに日韓の練習を、うん、あの歴史を勉強し直したってこと、うん、そうすると向こうは公平な立場で書かれてるじゃないですか。そうですよ。であれ、国内で言ってることと全然違うなと。ここまで来ればもう洗脳が解ければ、うん、あと一歩なんだけどね。そうですね。だからもう僕もあのぜひ気がついて、今の韓国の若者に気がついてほしいのは、君たち北朝鮮の方が日本よりいいと思って、そんなバカなことあると。今でも北朝鮮は多くの朝鮮民族を苦しめてる、餓死という人間としての最低の死に至らしめてる人たちを、うん、なんで戦後一人も日本あの政治的にはそういう戦争を起こしたりして韓国人を一人も殺したことのない、むしろ戦争の時は援助物資を送ったりした日本人を憎むのと、おかしいでしょうと、うん、っていうことだ。それでもね、やっぱりね、なかなか洗脳ってのは目覚めないんですけど、うん、あ、それは思い出したけど、あの独立門ってありますよね、独立門っていうのは、あの日本が日清戦争に勝って、それまで中国に土下座していた、朝鮮国を独立国家として立たせてあげた、それを喜んだ、朝鮮人民が、中国からの独立を祝って建てた下恩門という、下恩門というのは実に屈辱的な あれで、はい、あの一遍朝鮮国が清国に逆らったら徹底的に叩かれて、それでお前らはちゃんとこれからはこの恩を迎えて、あの、まあ、土下座よりもひどい、あの、口頭礼っていうのがあるんですけど、それはまあネットなんかで見ることもできますけれども、それをさせた、あの、必ず清国の使いが来ると王様がそれをやらなきゃいけなかった。で、そのことで、もう清国はとんでもないやつで、この、朝鮮国よ、感謝の碑を立てろって碑を立てたの、石碑ね。で、それが、実は、ソウル市内に、遺跡としてあったんです。で、僕最初に行った頃はこれはどういう史跡であるかっていう説明版があったんですね。ところがですね、2年前、2019年の8月15日に韓国に取材に行ってそれ見に行ったら、なんとね、その碑面が、いや碑文が全部セメントで塗りつぶされてた。これでよくね、歴史から目をそ、日本は歴史から目を背けるなんて、歴史から目を背けるってこういうことだろうと。つまりそれは、その石碑というのは、かつての朝鮮国、朝鮮民族が中国に対して屈辱的な、あの、服従を強いられていたということの証明する石碑なんですよね。そうですよ、うん、だから一遍実は川に沈められたこともあるんだけど、歴史をちゃんと見直さなきゃいけないという人によって、あの建てられていたのが、今言ったらムンジェイン政権をそれ塗りつぶしてるわけだ。なんだこれはっていう。で、独立門っていうのもさっき言ったように、あのつまり1945年8月15日の日本からの独立化を祝ったものじゃなくて、中国からの独立を祝ったものなのに、そうです、ね、割と朝鮮 の、 あの韓国の若者知らないよね。韓国人はそれを日本から独立だと錯覚してるんですよ、うん、ただ歴史の知識とかそういう、うん、あのめちゃくちゃなんです彼らは。だけどね、うん、僕この間ね、その8月14日だったかな、8月15日の前の日、独立門も行ったんだけど、説明版にはちゃんとね、これさすがに嘘は書いてなかった、あの日本からの独立をっていう云々が書いてあったのに、どうして韓国の、だそもそもね、韓国の若者気づくべきなんだよね、うん、あの8月15日幸福節の光を回復した節の式典をなんで独立門でやらなくて郊外の独立記念館でやるのかってことだよね。はい、はい、それそっからおかしいと気づけよみたいなね、うん、そうですね。で、僕は実は知らなかったんだけど、あの独立門ってもうあのあれ、それ李官陽書いたんだ。李官陽が、李官陽ものすごくあの書がいいんですね。書があの達筆だったんで、あの大正天皇陛下も李官陽からあの書を欲しいと言って、それを書いてあげたのがあるんですよ。この本の中に出てくるんだけど、
で、さっきの話なんだけど、うん、人類文明史を見ると、多民族から、支配されて、その、先進的な文明を、なんか、受容したとか、そういうのは悪いことではないんですよ。だから、植民地支配は一番出てる場合なんで、うん、だって、じゃあ、皆さんちょっと考えてみてください。今の北朝鮮がさ、自分の民族が支配するんだけど、日本の時代よりはものすごくまずいじゃないですか。うん、ものすごく人権もないし、弾圧されてるし、経済もダメだし、で、それが日本時代もよりもいいんですか？だから、全てを他者からの勉強したのか、他者からの支配とかは全て悪いことじゃないです。悪じゃないんですよ。うん、それを、そういう考え方時代を直さないと韓国はダメなんです。ただそれはまあ朱子学、大変500年間そうだった。朱子学っていうのは自分が中心で、他はみんな野蛮人だっていう考え方だから、その、李朝500年の呪縛なんていうけれどもね、それはなかなか大変ですよね。なかなか難しいですね。はい、あと、反日というのも話、さっきおっしゃったんだけど、で、ほとんどいるとあんまり喋ってないんだけど、反日は結局常に韓国人にとってはプラス親中。親中とセットなんですよ。で、これはあんまり語られてないんだけど、で、僕から言うと、結局、中国というのは先も言ったように、ずっと秦とか秦の前の明とか、遡って、その儒教を取り入れて、特に明の儒教を取り入れて、小中華なんて言ってるんですよ。だから、秦の時代に、明がやられて、野蛮民族である満州族にやられると、結局朝鮮 のエリートたちは何て言うかというと、我々、俺様たちが、今はもう中華だ。本当の中華だと。それで中国は偽物だと。そうそうそう。秦にやられた、それで結局その時代にもさ、秦の時代にもね、韓国にね、明の時代の皇帝様を拝む、そういう、施設があったんですよ。だからずっと明を拝んで、崇拝する、明です、明。反身ですね。身長を反対するとか、そういうのがあった、伝統があって、結局、日本が自分たちを支配すると、何に変わったと、その真の代わりに、日本が野蛮の民族になってて、反中したんですよ。だから、こういう伝統的なのがあるんですよ。やっぱりね、その中華思想の問題点は、今の中国もそうなんだけど、自分より下のものが見下すんだよね。というか、作らなきゃ、対等ってことがありえなくて、ありえないです。もう自分がたちが一番文明であり、お前らは野蛮人だと。そうそうそう。だからその野蛮人のやり方なんか取り入れるもんかいっていうことで、だから朝鮮国って近代化できなかったんですよ。そうですね。そこで、李官陽なんかしょうがないなと、これはもう日本に主導してもらうしかないなっていうふうに考えたっていうのが、歴史の真相なんですよね。だから結局僕はいろいろ調べてみたら、韓国の教科書ではさ、日本との関わりのあの歴史は、反日が主流だったと言ってんだけど、反対です、正反対ですね。結局親日が 99% です、独立運動やってた人はごくわずかな人なんです。上海に逃げたりとかさ、それで最初の頃義兵正義の兵とか言ってたのは、古い体制を誰が成功しちゃったら朝鮮人民はもっと苦しんでたんだよね。そうそうそう。だから彼らは結局保守派で、古い王朝を守るだけで、王朝を守ろう。それを今の韓国ではそれは独立を守ろうとしたんだと。それは違うんです。教えてます。だからそれをやらなかったら最も早くは近代化になったと思うんだけど、だからこの本のサブタイトルになるんだけど、近代韓国史は新日誌でやった、はい、せっかくだからもう一人ぐらい、ちょっと私もあまり知らないような人、こういう人は素晴らしいんだっていうのを紹介してくれますか、この中から。第7章、はい、キム・ソングス、はい、でこの人は大したもんですよ。で彼は韓国 の大学も作ってる、高麗大学も作ってる、あと東亜日報も作ってる、で高麗大学はに韓国で言うと早稲田大学と同じです、はいはい、でこういうすごい人、あと彼はなんていうかな、朝鮮 の形状宝石も作ってるんですよ、なんていうかな、財閥でもあるんですよ、朝鮮初の、ね、韓国の近代の礎を作ったような人、そうそうそう、だから彼は政治、文化、教育、経済にわたって、そういうふうに総合的な貢献したのはないんです韓国に、で日本ではあまり知られてないんだけど、彼は韓国にも日本にも留学してるんですね、彼の弟も、で彼がお金あるから結局イーガムスですね、イーガムスさんたちをまた支援してて留学させたりとかするんですよね、で彼はまたあと、
最初の李承晩があの大統領になった時に、彼は副大統領もやってるんですよ、うん、すごい人なんですよ、あの制度も作ってるし、うんはい、るでこの人はものすごくあの教養があって、うん、ほとんど日本式に焼き直して韓国を建設したって、そんなもんですよ、はい、いやだからこの本は読めば読むほど勉強になる、祖国の英雄を売国奴と断罪する哀れな韓国人なぜ哀れなということになるかというと、実あの逆に本当の売国奴をあの英雄と信じ、本当の愛国者を売国奴だとしている、だ、まあ、だから哀れなってことになるわけです。そうそう、哀れですね、しかも愚かですね、うん、ということで、今日は、金文学さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。